8月26日月曜日、大門にあるツ・センターパレス2階で、9月1日の移転オープンに先駆け、津市中央公民館開設式が開催されました。津市中央公民館は9月1日に丸の内養成町から津センターパレス2階へ移転し、生涯を通じた自己実現の場としてだけでなく、防災や子育てなど地域課題への取り組みを通じて地域力の向上を図る地域力創造セミナーの開設を行うなど、人づくり町づくりの拠点としてオープンしました。移転オープンに先駆けて開催されたこの日の開設式では、はじめに前橋町がセンターパレスへの移転には新しい時代の公民館講座の開設、センターパレスに活力をもたらす中心市街地の活性化という目的があります、市民の皆さんに有効にご利用いただけるよう努力してまいりますと挨拶しました。続いて中野和代教育長が映像を使った施設紹介を行い、その後新しい津市中央公民館で開催される講座について説明を行いました。最後に中野教育長は、今後の公民館活動が津市の教育力を高め、人づくり、まちづくりの拠点となるよう努力しますので、ご協力をお願いしますと締めくくり、式典が終了しました。式典終了後には、アトラクションとして、三重県立津商業高等学校吹奏楽部による演奏が行われ、式典参加者たちは、真新しいホールに響く軽快な音楽を楽しんでいました。その後、内覧会が実施され、式典参加者たちは施設を見学し、担当者から設備などについて説明を受けていました。新しい津市中央公民館には、各研修室、和室など公民館施設のほか、隣接する津都ホテルへの連絡通路もあり、早速通路を利用して津都ホテルへ昼食を取りに行く式典参加者の姿も見られました。現在津市中央公民館ギャラリーでは、9月30日まで移転記念特別展覧会として、地元商店の明治大正時代のビラチラシを集めた引き札展を開催しています。入場は無料です。ぜひご来場ください。